エコです。ピンク、ラテ、ディ、ビ、始まるよ、イエーイ。はい、なんで私が今醤油を手に持っているかというと、これからアリアちゃんとレイラとリナちゃんに醤油をガブ飲みにしてみたドッキリをかけていくんですけど、企画で伝えているのはダイエット法の紹介で、多分みんな熱心に紹介してくれると思うんですけど、私はこれを出しておすすめですってガブ飲みしたら、みんながどんな反応になるのかを見ていきたいと思います。で、これ中身はちょっと紫なのか分かると思うんですけど、醤油じゃなくてブドウジュースです。だから真似はしてはいけないんですけどこれからブドウジュースを飲んでいきます。せーの、どうぞ。ネイラです。ハリアです。エコです。ユナです。ピンク、ラテ、イ、ビ、始まるよ、イエーイ。はい、今回はですね、4人のダイエット方法を紹介したいと思います。になってると思うんですけど、それを今回紹介したいと思います、はい、それではどうぞはい、じゃあユナから紹介していきます。独自麺は人合う合わないがあるから、自分のね、気をつけようって思ってる抑えたい部分をね、自分で抑えればいいと思うんですけど、私は学校行く時にスパッツを、今は特に冬だから着ると思うんですけど、制服にスカートちょっと長めだから、メディキュットとか運動しながら履けるやつとかを履いてたりとか、エコ今日2つ紹介するんですけど、一つ目持ってきたのがこれなんですけど、コロコロするやつってもらったものなんですけど、こっち側にエコボコがついてて、足とかのむくみ取りとかに使えて、こっちは顔とかに小型なので転がすことでちょっとひんやりしてるから引き締められるし、天然石なので高級感もあって、すごいこのローラーはおすすめです。あ、私のめっちゃおすすめなダイエットで、醤油をなんか一気に飲むみたいな。醤油？醤油？おすすめなんです。そう、醤油？そう、醤油大丈夫？飲み合ってるんで自分。え、ちょ、ごめん。これがすっごい美味しいんです。そう、醤油の。ちょ、健康になるや。それは将来的におかしい。これ醤油本当に。醤油。別になんか塩分が多いって思われがちじゃないですか。逆に塩分がすごい流してくれるし、醤油の中の大豆が健康にいいので、その醤油をめっちゃ一気に飲むことがすごいおすすめです。え、醤油ってさ、あのお餅とか作る時に吐き出すとか、そういう時にしか飲まないんだよ。でも美味しいし、お湯って飲めるの。健康に悪いくらい、それはガチでやってる。これちょっと変わった醤油なんだけど、あ、飲める醤油みたいな。あ、そうそういうやつで、めっちゃ美味しい。これおすすめです。飲める醤油あるんだ、え、すごい。あ、そう、そういうダイエット用のね。え、味は？味ちょっと普通に醤油マジで？まぁ、あれやじゃあ、多分あの今は若いからいいと思うけど、濃い口って書いてる。誰だ濃い口あ、濃い口違う、濃い口ってめっちゃ濃いやつじゃないの。ちょ超濃いドッキリでーすドッキリ大成功めっちゃみんな聞いてたねブドウジュースあ、めっちゃ黒いじゃん。本当ちょっと紫ガチでヤバい人が出たえ、てかちょっと真似しようとか思っちゃったえ、そんなで細くなれるのと思ってえ、なんかあ今時がそういうあるんだ。あ、そうなんだ。めっちゃ焦った何が思ったしかこうやって飲んだ時に紫だからみんな分かったんだもん。え、でもなんか紫だなって思ったけど全然後ろだったからえ、じゃあ紫飲んでんのと。え、なんか濃い口ってどうしよう。え、やったと思って濃いやつじゃん。辛くないのかなと思って醤油飲むって言ってもさ、あと大さじ1杯ジンジャーとかそういう気分だったらガチでこう毒々飲むと。え、じゃあこのダイエットに時期ってことそう。え、でもインスタの投稿で使うから、一応みんなには持ってきてって言ったので、それは使うけど二次企画。なるほど本当にあるのかえ、本当はやってないんだよね。何が？醤油飲んでないよ。飲んでないびっくりした。では、
醤油がぶ飲みドッキリ大成功しました。意外にみんな気づかなくて、まあ、少ししか飲めてないんですけど成功したのでよかったです。本当にあるのかと思って一瞬信じちゃうよね。衝撃的だよね。びっくりした。めっちゃいや、どうなん醤油のやつだろう。真似しないでください。真似しないでください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。